青きりなとガタリナで、あ、ガタゴロでガタリナとユニットでやってるんですけども、ね、はい、あの今きっと来たお客様もいらっしゃるんで、改めてガタちゃん紹介してみてよ。はい、じゃあガタちゃん、自分で自己紹介できますよね。はい、自己紹介して。はい。はーい、吉田くん、ありがとうございます。スイングラブスゴラーのキャラクターの、アニアキッタゴロガタ、よく変えるに間違えられるんですけども、そう、ね、可愛らしい、ね、あの姿です。ラジオ聴きの方はですね、分かんないと思うんですけども、うん、あのムツゴロウの目がまん丸した姿とか、ね、あの可愛らしい感じをキャラクター化したという、いいですよ、青いキャラクター、すごい可愛いです、はい、うん、そんな2人のですね、ガタリナでやってるので、今日はこうガタリナの思い出エピソードだったり、いいね、そんな話したいなと思うんですけど、今日ガタちゃんなんか考えてきてくれましたか、思い出の思い出、うん、思い出、心に残ってるお話とか。ね、うん、ゆかちゃんが初めて会った時、うん、いつやったかな、過去のイベントでですね、過去のゆるキャラ大運動会、はい、あの時にね、うん、ゆかちゃんと初めてね、はい、あの大きくなって初めて会ったんだけど、その時のね、ゆかちゃんのリアクション複雑な顔してた。そうなんだ。そうなんですね、受け入れなのに、うん、すごい時間かかった。そうなんです。そうなんだ。思ったよりちょっと大きかったんですよね。もう少しね、こうなんかユニキャラさんとかちっちゃくて可愛らしいね、こじんまりとしてね、イメージだった。えらい大きなね、2メートルぐらいの女子がいますよね。2メーター級だもんね。そうね、喋るじゃないですか。喋るもんね、ガタちゃんは。目も大きいし、衝撃を受けたんですよね、ガタちゃん。髪の毛は肩まで長さで、ちょっと微妙な顔がね、終わってくれないな。そうだったんだ。それは知らなかったです。でもね、すごくからね、すごい仲良くなってね、一緒にね、いろんなところに行って、あのね、佐賀の良さ、佐賀のいいところとか、それをね、みんなに PR してること、ね、関西の PR しながら、関東だったりのイベント、関東のイベントに出たりだとか、ね、だからですね、佐賀、まあ、勝手に佐賀を応援してるので、佐賀いいとこだよっていうね、言って回っていますね。ちなみに皆さん、ガタちゃんね、関東方面ものすごい人気なんですよ。びっくりするんですね、本当に、ね、私も調べないと思うけど、出てきたらキャーって言われるんですよ。もうね、うん、あのガタリナで行くんだけども、リナちゃんの方ほとんど虫状態とかもあったりする。ガタちゃんの方見てます。でもね、リナちゃんすごいね。それはね、また別の現場で私はまた人気だったりするんですね。佐賀じゃね、まだまだなんで ね、だからもっと頑張っていきたいです。まあね、そんな今度私のね、私の方のガタリナの思い出とかなんですけど、そうね、うん、2年前にですね、うん、NBC ラジオ佐賀さんに、うん、飛び入りで参加したんですよ。はいはいはい、その時にですね、うん、私たちその頃はまだメディア関係だとか、うん、私自身のタレントとしても見向きをしていただいてない時代、まだ存在にも気づかれていない。でもそんな中ですね、こう道を歩いてたら、うん、NBC ラジオ佐賀さんが、いいよ出ていきなよって、出演していきなよって言ってくださったんですよ。やっぱね、誰にも見向きもされない時代に、うん、そうやってこうおいでよって言っていただいた方に、なるほど、そして今、うん、こうやって、うん、一緒に番組ができている。そうなんですよね、考えてみた。そうなんです。たまたまね、ちょうどもうこの放送席でね、二人がやってきたんで、うん、呼び止めちゃって、出て出てっていう感じでお付き合いが始まったんですよ。まさかね、そんな方々と一緒に今番組をやらせていただいていて、うん、普通にね、ちゃんとオファーがかかって、うん、出ていいよっていう風に言っていただけるって、そんなね、嬉しいことないですし、ね、2年前に2人で、うん、いつかバルーンでたくさんお仕事がしたいねと、私たちも佐賀を応援してるから ね、いつか佐賀でバルーン仕事したいって言ってたら、2年後にはこうやってこう毎日毎日佐賀で、佐賀のバルーンフェスタでガタリナで仕事ができることが、本当に夢のようですし、本当に私たちだけの力じゃなくて、こうやって声をかけてくださるたくさんの方々やったり、関係者の方々ももちろんですけど、そしてガタ
ありがとう。それもうそれにね、ガタちゃんが個人で今までずっと佐賀に根付いて頑張ってきたからこそ、そうやってね、いろんな方に助けてもらえるわけですから。そうなんや、よいしょじゃないです。やべえ、本当。本当だよね。ステージ立ったらいまいちですけども、ね、面白くないですよ、ステージはまだね。まだ面白い、滑っちゃったりしますけども。でも今まで佐賀を愛してきた気持ちは、ここまでのものをね、作るわけです。ステージで滑るのに呼んでもらえないです、普通ね。ね。滑ってるのに呼んでもらってるんですから、ね、よっぽどですよ、全然聞いたから滑ったことも、ね、ありがたいなと思いながら